のパッキングを始めました。すごいよ、もうこれ持って帰れんのかなっていうような数ですが、これをうまくまとめて持ち帰られるだけ持ち帰ります。すごいさ、もうお土産が多いんだよね。なんかこの辺お菓子ばっかりだけどさ、でも下の方にはなんかいろんなもの、何買ったか覚えてないけどいろんなものが入ってます。はい、重いの、すごい重いの。レックス用のお土産も買ったよ。空港に着いたんだけどさ、駐車場がいっぱいで、もうまずはカートをゲットしました。で今弟が駐車場に止めてます。まだねチェックインが早いからね、あの3時間前に来ちゃったので、今ここで待ってなさいって言われて、チェックインカウンターにはまだ行けてない状態です。すごいよ並んでて。ここは板に乗る人なんだけどね、うん、まだ早いから待っててって言われました。なかなかチェックインができません、ここで待っててって言われたんだけど、3時間前に来てちょっと早いからかな、はい、今回の荷物2つ預けて、これとこれで、これは手荷物です。すごいよ、まだ並んでるみんな。やっとここまで来たんだけど、9時55分までチェックインできないんですって。だからあと5分待ってます。おお、すごい、 22.1。 私に頑張る。今から飛行機見に行くんだって、で写真撮るんだって。ありがとう。ドラマンでしょうかな。うわ、外暑いですけど、飛行機好きな人にはここいいね。じゃあねー。今から主人の好きな白い恋人を買って帰りたいと思います。お土産屋さん入ります。白い恋人買います。買ったよ。飛行機に乗ってきます。すごい荷物だよね。スーツケース、機内用のスーツケースとお土産 と、ハンドバッグ、そしてこれは食べ物、おにぎりをね作ってもらったの、明太子のおにぎり と、ね、毎回お母さんに作ってもらうんだけど、お赤飯のおにぎりです。でちょっとスナックでカキピンとかさ、ね、そんなもんを持ってきました。だから飛行機の中で食べ物が美味しくなくても食べるものあるよ。パリパリになるように作ってきたけど、どうかな、できるかな、できる、できない、こんな風になって、できるんじゃない、ちょっと失敗だけど、ほらできてる、できてる。でも海苔をうまく、ここを間違えた、裏
します。これからなるよ。Salvagente si trova nella tasca sotto la vostra poltrona. In caso di necessità, indossatelo e gonfiatelo tramite la apposita maniglia rossa.私たちの荷物をピックアップするのって12番なんだけど、12番の、ね、一番出口に近いのね、そっちの方にはカートがなくて一番手前にありました。はい、一度行ったんだけどまた戻ってきたよ。取れないじゃん。はあ、無事にカートをゲットしました。これからまた12番に戻って荷物をピックアップします。なかなか来ないな。私の段ボールがやってきた。イエーイ。段ボールの荷物はゲットしました。あとは赤いスーツケース、あれかな。来た来た来た。でも簡単に取れるかな、この赤いのです。うわ、すごい荷物だね。これで全部取れました。じゃ今からお車が迎えに来てるんで、そこまで行きます。これで行けるかね、自分一人で。今ね、外に出たんだけど、すごい暑い、蒸し暑い。なんか東京みたい。こんなに暑いと思わなかった。Don't let him hit his tail. Yeah. Ow! Yes! Hi! I missed you! I missed you! Hi! Hi! いい感じの。
Missed you. キスくん、会いたかったよ。ねえ。Bello。Bello。ハハしてるね。興奮したからね。ねえ、ハハしてますね、レックスくん。